ではまず山田さんから本日ご来場のお客様にご挨拶をいただければと思います。ご挨拶、ありがとうございます。ありがとうございます。特にないですよ。どうしよう。今日はあなたが喋んないと。俺が皆さん本日はお越しいただきどうもありがとうございます。監督の牧でございます。ね、こう5年間が報われた思いなんですけれども、皆さんいかがだったでしょうか。今日は楽しんでいただけたでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいいい反応。あ、映ってる映ってる。ここ映ってねえな。はい、はい、どうぞ。山崎牧監督との初対面の印象だったりっていうのはいかがでしたか。初対面いつですか。初対面が俺もはっきりしてなくて、もともとあれなんですよ、高井君と会ったのは綾野剛君の紹介なんです。誕生日会かな。剛が誕生日会ですかね。そう、剛がなんかね、某情熱大陸という番組を撮っておりまして、その最後の方で釘の剛、それ言っちゃダメなやつね。釘の剛は大変だから大丈夫です。これから皆さん大人だから書かないって。いや、もう明日も釘のってなってます。わらわらわらってなってます。それをやったら明後日家に帰れないですよ皆さん。でだから剛から言われたんですよ、高井君がちょっと今ドキュメンタリーに興味があるということを彼から言った。俺言ったことないと思うな。いや、それ言われて、いやこっちは興味があるぞ。あれであいつがなんかいろいろ言われたから、こいつも巻き添えにしようみたいなことだったんじゃないですか。そういうこと、ね、分かんないけど、それを言われて、おお、それはと、撮らせてくれるならそれは撮りたいよと、まあいいや、あんまちょっと剛の話は。そうだね、やめば。深くするとね。だから蕎麦屋か誕生日会かです。出会ったのが一番最初、多分もう回してた時、が多分一番最初じゃないかな、おそらく。だそうです。はい、まあ、結果5年間密着されることになりましたが、はい、まあちょっと先ほどの取材でも聞かれてましたが、5年間密着されて山さんいかがでしたかというか。密着っていうか、僕は別に普通にこう生活してて、そこにたまにカメラがいるってだけなんで、どうってことはないですね。いやでもすごくないですか。見ていただいたと思うんですけど、もうすっぱだかじゃないですか。心も体もちょっとグラビアみたいなあれになっちゃいましたけど、キャッチコピーみたいな。これを本人も事務所もちょっと用を出したなっていう感じは僕は未だに思っていて。まずいですか。いや、どうですか。まずいとこありました。ちょっとあった。ちょっとみんなちょっとあったちょっとあんじゃないかみたいな顔は見えますけど、いや、ここまでなんか出すっていうのはすごいこう覚悟があるかな、あるなというふうに思ったというか、まあ今も思ってるっていうか、すごいなと思います。ちょっと事務所も いつも包み隠さず喋ってますけど、後からね、草加さんとか文書チェック、これ消しとこう。草加さんがね、これは言い過ぎだろうみたいなね、これは言わない方がいいだろうみたいな。ちゃんと、いや、すごいことだと僕は思いますけどね。ここまですっぱだかになってるのは、こうなんか牧さんを山田さん信頼するというか、ようになったタイミングとかっていうのはあるんですか。僕が、はい、最初からじゃないですか。まだないです、ね、まだないちょっとない、はい、ちょっとおかしいでしょ。5年経ってんすよ。ないずっとない、絶対。いやでもね、僕に1回、まあ、最初やっぱりちょっと距離があって、そのなんか信用してないな感はあったんですけど、あるタイミングがあったんですよ、信用してくれる時が。ほう、あれね、多分ね、取材始めて半年ぐらい経った時に、僕水曜どうでしょうっていう番組に出てたんですね。一回だけ出たことあって、それなんかたまたま見たらしくて、その番組に出てるから信用しますって直接言われたんです。本当ですか。ってことはそれまで全く信用してなかったのかっていうのはある。それはだから密着始まって割と早い段階だったですか、はい、フルモンティ。そう、フルモンティの時だ。まだ全然こうなんか心が通じてるとか、はい、そんな段階じゃないのに、初めてやったミュージカルの千秋楽終わって、僕が楽屋で流行ってましたら、泣きながらカメラも帰ってきたんですよ。いや絶対嘘だよ。全然この思い出もないのになんで泣くの。いや、まあ、あ、そういう演出からやってくんですねっつって。いや、リアル涙ですよ。リアル涙、あれは。あれだけは絶対嘘なんだよね、未だに。絶対信じない。いや、あれは素晴らしい涙だよ。
だってそこまで何年か追っててとか稽古もずっと追っててとかだったら分かるけど、パッて千秋楽見に来て泣かないでしょあんま来てないのにね。いやいや、それはちょっとそういう演出をする、演出家なんですよね。いやいや、自分からこうやって見せる。見終わった皆さんもお分かりかと思うんですが、エンディングテーマにイエローモンキーの、バラ色の日々が使用されてますが、これ牧監督使用することに選んだ経緯と理由を教えてください。はい、選んだ経緯となると、まあずっと編集、まあ泣きながら編集してたわけですよ編集していて、まあこれはエンディング曲なんだろうなと。やっぱりでもカラオケとか行った時に家物バラ色の日々歌ってるの聞いたことあるな、この歌詞ぴったりだな、まあこれ以外ないなって当てはめたんですよね。で当てはめて、実際高井くんに見てもらったんです。でその見てもらった時に、もう見てもらったんでもう別にネタバレじゃとかないと思うんですけど、インスタの画像があるじゃないですか。あれの画像の上の部分、ちょっといろいろ権利の状況があってカットしてるんですけど、あれが家物アルバムのジャケットなんですよ。ただ何の曲かはわからないと。でそれを見た時に、その曲の秒数が出てたんで、そうそうそう、それを調べ始めたんですよ。4分48秒だったんですよ、うん、あれもしかしてと思ってみたら、あ、これ牧さんこの時聴いてるのバラ色の日々ですよってなって、でバチコーン来てこれだってなって決まって、でもまあすごいね、素晴らしいコアティストの方がどうやったらこう使わせてもらえるかみたいなこともありつつ、本当にご協力いただいて使っていいと。もうそれが出たらもうこの曲以外ちょっとね考えられないというか、全てなんかこの曲がこの映画を表してくれてるというかっていうところもあって、多分今までリリースしてなかったと思うんですよね、この曲をエンディング曲に使ってるっていう、うんうん、あれでも最後流れるとなんかこの人このまま突っ走ってスッて死ぬんだろうなって感じしなかったですか、うん、俺はしてましたあれを見て長生きしない感じした。まあそうですよね、ずっと働いてね仕事をして、追いかけても追いかけても逃げていく月のように、曲だよね、これは本当に。はい、もう何も、もう質問攻めで、しかも吉彦に関してばっかり何を知ったいか。山田さんにとって勇者吉彦という作品はどういった作品なんでしょうか。そうっすね、まあとにかく人に笑いをこう提供して、少しでもなんかみんなが幸せになったら、ちょっとくだらないとことかもあるんですけど、なんかそういう風になったらいいなと思って。一生懸命答えようとしたわけですね。なんで吉彦の質問来たんだろうと思って、何を知りたかったんだろうね、それは。それでだからああって言って、そうですか、ちなみに続編はお考えでしょうかまだ来る。いやそれどっかの局の人なんじゃないの。もう学校の人、学校の人が。いやちょっと今のところ考えてないんですが、まあ人気なのでこの人もしかしてファンなのかなあれをやってることがこの人はこんな低俗な番組やってるなのか、どっちなんだろう。なるほどね。まあ今は現状は考えてないですが、まあもしかしたらそういうことが声が多かったらやるかもしれません。福田監督がやると言ったらやるんでしょうかまだ聞くの、まだ終わんないんだ。どっちだこれ、福田監督の名前知ってる、めっちゃファンかな。どっちが合格への道なんだろうね。あれは多分マイナスだったんだと。あ、マイナスなんだ。お芝居をやってる時とかに緊張とかした時に力を抜く方法教えてください。走ることかな、はい、どっちに言うとは言ってなかったよ。知りたい、いまだに、いや俺がまだ緊張します。緊張しいですよね。しますね、自信がない自信がない、自信はあるでしょ。準備不足な、準備不足だと。いや、すごく緊張する。理想が高いか、どっちかですよね。ああ、そっちじゃないですか、緊張するのって。やっぱ5年間追いかけてても、やっぱり毎回こう舞台挨拶前とかいろんな場面の本番前って緊張されてるから僕も思うんですよ。今舞台挨拶ついちなみに全然してないですけどね舞台挨拶はもう慣れてきました。あ、そうなんですね。勝手にもうホームだと思っているから、アウェイじゃないって。見せたいのか見せたくないのか、うん、知らせたいのか知らせたくないのかのこの切り替えとかがあったりするのかなと思ったんですけど、どっちでもいいDon't think なんでなんでもしたの今。いやだ、俺はもう 俺からも感じてくれと。なるほどなるほど、もう全て見せてると、うん、何を感じるかはもうそれぞれです。線はないと。はい、次の方。はい、はい、じゃあ、あ、
一昨日のライブも見させていただいたんですけど、うん、一昨日か、あ、ごめんなさい、すごい表現者、表現のプロという感じをすごい感じたんですけど、うん、山田さんが、表現する上で一番大事にされてることって何ですか？間挟むな、ちゃんと聞いてるな。テンポ作ってる、テンポ邪魔、本当に。ね、なんだっけ、表現する上で大事にしている、一番大事にされてることとか、これからもずっと大事にしていきたいと思うことって、やっぱり求めてきた。大事に、大事に、表現する上で大事にしてること、やっぱでもずっと言ってるけど、楽しむことです。自分が楽しんで、かつ楽しませる、うんうんうん、だと思います。はい、はい、はい、あなたは楽しめていますか？お、どうですか？明日死んでもいいぐらい楽しいです。あら、素晴らしい。でも、まあ、なるべく死なない方がいいけどね。死ぬかもという覚悟でいろいろやってもらいいと思います。素晴らしいですね。はい、長生きしましょう。はい、ありがとうございます。次の面接が、自分を商品としてセールスしてくださいっていう変な面接なんですけど、変だね。自分を商品だと思って PR するってことですか？プレゼン、わかんない、あの生き方で見せてる気がする。普段ってダメなんだよね、それで面接だからね。はい。セールスポイント、一家に一台的な、そこにいるだけで心が和んだりする、猫のような存在。マジで山田隆之一台って言ったのに、猫のような猫型ロボットのような存在です。ドラね、ツイッターから一問質問させていただきます。あんこはつぶあん派ですか？あ、どうでもいいです。次の質問、次の質問、はい、次。ちなみに映画がもう上映されていて、ブルーレイとかも発表されてるじゃないですか、うん、配信とかも行く中で、うん、でこの人今なぜ回してるかって話ですよね。続編決定。続編っていうか、まあ撮り続けるつもりではいますよ。僕撮られることは問題ないですけど、あのこの人もこんな見えても人間なので、ちょっと待って、おかしいでしょ今。やっぱこう給料を払わなきゃいけないです。 それ誰が払うのかっていうことなんですよね。クラウドファンディング。いやダメだ、そういうことじゃない。でもまあどうだ、これのだから興行とかもにもよってですもんね。そうですね。いやでもだって自分で金払って撮らすとかもう超気持ち悪いから。そうだ、ね、ホームビデオ、ね、ずっとだからインスタライブしてこれもう毎日。あ、それ俺がもらえばいいってこと？いやいや、もうだ、必要ない。ただで、ただで見れる。俺は首切られたってことね今ね。そうそう、必要ない。いや時代に合ってない。いやもうでも僕は言ってるんですよ、死ぬまで撮ると。ただどっちが先に死ぬか、おめえが先死ぬかって。多分俺生き残ると。ずっと編集しててイボジになったって先に。やめろやめろ、それ言うな、こういうとこで。イボジになったんですよ、編集が大変で。ずっと座ってるじゃないですか。でもイボジでは死なないんで。すっげーハマってる。イボジに？いやだからもう座ってなんかちゃんとケアもしないで、だらーってしながらなんかこうやって適当なもん食って、夜になったらかんなんかね、なんかチューハイとかなんかね、発酵玄米、発酵玄米でやってっからそうなんの。なんだっけ、何の話だっけ。死ぬまで撮りたいって言ってます僕は。だからどっちかが死ぬまで撮るんだと思う。でも撮れない、絶対先に死ぬから。そしたら俺が死ぬ瞬間を撮ってもらいます。興味ない。でもその時に俺が死んだ時に何言うか興味あるよきっと。多分編集の部屋とかでうううつって一人で死んでくだけだから。嘘、そんな寂しいの？、うん、それは辛いな。でもなんかなるべく撮って続けていきたいですよね。あ、僕がですね。発酵玄米食べます。はい、まあ、この作品は山田孝之さんの物語であると同時に、5年間追いかけてきた僕の物語でもあって、まあ、と同時に見ていただいた皆さんがこの5年間をどう思うかだったり、この先をどう考えるかっていうような、どこかこの先にこう背中を少し押せるような作品になればいいなと思って作りました。ぜひ今日見ていただいた感想をですね、なんかよく聞きますけど SNS とかに書いてもらって、すげえよみたいな褒めるなり、つなりしていただき、その熱を届けていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。
まあなんかそうですね、僕もちょっとメールあれ来てたやつちょっと見させてもらったんですけど、あ、初号の感想ですね、濃いとかなんかこう結構励まされたっていう意見が結構あったので、まあそうなったらいいなと思いつつ、僕はちょっと異常なほど体力があるので、うん、あまり皆さん無理せず自分のペースで、ただたまにちょっと自分のペースよりも早いなっていう、ちょっと一歩踏み込めてるなっていうのぐらいでも、まあ死ぬことはないと思うので、ちょっとやってみてもいいと思います。そしたらそこでなんか新たな出会いや新たな景色が見えてきたりとかして、苦しいこともあるだろうけど楽しいこともあるだろうし、なんかね、そういう風になったらいいなと思います、うん、素晴らしい挨拶ですね。じゃあはい、ありがとうございました。はい、じゃあ牧雄太がザ・シックスで It's on the contour。 あのね、実はすごい面白い話があって、誰かからこう来たんですけど、あのいつだって根性ってすごい歌詞だよね。それを言われた側もあれアンダーコントロールっつってるんですよ。それで俺らもそれ聞いて、これ多分バレねえなっつって、朝日くん結構言ってる、セッコンちゃん誰も気づいてない。これライブで来てたの、本当は4枚あってマイク返してたから、でもなんか衣装店をやるから1個用意しとけって言って、で、あの L がもう売り切れちゃったんで3枚になりますが、じゃあ決めちゃいましょう。適当に、ね、恨みっこなし。そうです。本当だよ。あ、選択はしたけど。しなくていいのに。それはやだよ。しばらく経ってこういうの白くなってきたりとか。やばいよそれ。それがいい。それがいい。壁だそれは。壁。どうしましょう。どうしよう。もうでも聞いちゃったからね今。じゃあ適当に言う。1からいくつまである？14枚。1から14で、はい、16まである。で ABCD なの？はい、じゃあ、B の4。あ、いくつまである？ ABCDE F F の12。B 言ったからしB も言った。C か D だ。C か D だ。D 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 の6。えい。はい。おめでとうございます。前に前に手を挙げていらっしゃいましょう。どうでした？すごいです。はい。ありがとうございます。続いて。あ、おめでとうございます。父さん、おめでとうございます。では、続いて3人目の。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあ以上にて、ご挨拶終了させていただきます。山田孝之さんと牧監督でした。さよなら、ありがとうございます。どうもありがとうございました。本当に遅く遅い時間にありがとうございました。